11時になりました。今日は4月1日エイプリールフールということで、エイプリールフールのイベントになります。今日は、今までねちょっと空き家になっていたここ昔ヒグマがいたところなんですけれども、ここに珍獣ホモサピエンスという動物をね今日は、ちょっとね限定で、展示をして皆さんに見てもらおうというイベントになっています。はい、一応ホモサピエンス、ホモサピエンスというのがね普通人のね学名になるんですけれども、ね、今日はねちょっとねほぼサピエンスということでね、ちょっと変わった動物のご紹介になります。はい、今時計があれ遅れてるな、あら遅れてるな、そうだダメだね、じゃあ直さなきゃなというので直します。ですね、私たち普通にねあの時間何時とかって起きてね、朝7時に起きなきゃいけない、お昼は12時に食べなきゃいけないという時間でね生活しています。これは、人間のね特徴の特徴というかね認識の一つになります。はい、今ね時計が合いましたね。こうやって時計を合わせてこう時間の認識を持つというのが普通のね動物にはない概念になります。はい、じゃあ次はね、ナビが出てきましたね。今、お水を出しましたね。あとは、あれは携帯電話かな。携帯電話を出しましたね。はい、なんかいろいろね、カバンから出していますけれども。今日はね、ホモサピエンスというのはね、まだね、未熟な、まあ、原生人類ということを想定しているんですけれども、人は動物とどこが違うかということをね、今、ホモサピエンスが演じていますので、自分たちとね、ちょっと比べてみて、あ、これができるのが人なのかな、あ、これは動物はできないのかな、そんな感じでね、見ていただけるといいかなと思います。はい、今、一通りカバンから物を出し終わって、はい、行きましたね。はい、ね、じゃあどうするかな。あ、なんか上着脱ぎましたね。上着脱いでどうするか、あれ、そうですね、あ、なんかまた違うカバンも取り出します。みんなちゃんと洋服着てますね。でも動物は洋服着てる動物はいないと思うんですけれど、どうですかね。人間はこうやって、ね、服を着てこう身だしなみを整える。で今時計の脇に鏡がありますけど、鏡を見て自分がこうね認識をして、ちゃんとそれを見て自分がこうきちんと身だしなみを整えますよという行動が取れます。みんな多分普通にやってると思うんですけれども、それはやはりね原生人類に、人間に見られる特徴にあります。あ、そうですね、じゃあちょっとカーディガンを着て、そうですね、今日は名札をぶら下げてですね、ちょっとお仕事出てきたということで心ですね。で、あ、今それでね鏡を見てこう身だしなみを整えていますね。はい、お、ちゃんと櫛も出してこう整えてますね。あ、OK ですね。もうバッチリみたいですね。今日はじゃあ、さあ、じゃあ仕事しようかなというところですね。はい、じゃあ、次、どうなるかな。あとは、なんか今、ノートを広げているのかな。ノートを広げて、じゃあ、ね、やるようにということですね。はい、まだ椅子座りますね。机があって、椅子に座るっていうのが、多分人間しかやらないことじゃないかなと思います。何やるんだろう。はい、ペンを出して、文字を書きますね。動物がねコミュニケーションを取るのは、まあ、アイコンタクトとかいろいろあるんですけれども、人間は特にねそのコミュニケーションを取るのに言葉を使ったりね、文字を使ったりするということですね。文字を使ってやり取りをする動物というのもやはり人間だけになりますね。さあ、今度何を書いていますかね。
なんかちょっと真剣に書いてますね。長く書いてどんな文字が出てくるか、これ私も知らないんですけれども、ね、どんな文字が出てくるか。今ね、小さい子さん、今きっと文字を覚えるところかどうかな、こんなところかな、こんなところで、そうやってね、文字を覚えていくのは、やはりね、人間の特徴になってきますね。あ、なんか1枚書けたみたいですね。何でしょう。あれ、なんか赤く間違ってなんかたのかな、なんか今日ちょっと間違っちゃったみたいですが、ね、そう、文字を書いて、日々これ、口述なのかな。難しい。ね、ちょっと難しいですね。ちょっと難しいけど、ね、こうやって文字を書いて。あ、なんかまた違う本を出しましたね。本ですね。何でしょう。何の本ですかね。赤いから、それはレッドデータブックってことでしょうか。ああ、そうですね。ちょっと小柄動物園に書くのですけども、絶滅しそうな動物をね、こう、まとめてある本をレッドデータブックと言って、そのね、書いてある本の中に、自分も実は入ってるんだよというアピールをね、しているみたいですね。そうですね、もうね、皆さん、ホモサピエンスね、ホモサピエンスっていうのはもう、多分、うちの園長一人だけだと思いますね。多分、あそこのレッドデータブックにドーンと大きくね、書かれているんじゃないかなと思います。次は どうしようかな。どうしようかな。なんか、さて、なんか、また準備をしていますが、何を今度は準備しているんでしょうかね。あ、今度は新聞出してね、条文を読みますね。さっき言いましたね、いろんなね、こう、コミュニケーションを取るのに、文字を使ったりとかね、言葉を使ったり、まあ、情報を得たりするのにね、新聞を見たり、多分小さい子さんはね、テレビを見たりすると思うんですけれどもね、テレビなんかもそうやって、人がね、こう、使いますね。動物はあんまりテレビは見ないですかね。なんか、ペットの犬ぐらいは一緒に見たりするかもしれないけども。そうですね、そういう情報を得るため、コミュニケーションをするためのツールとして、まあ、映像とか文字を使うということですね。そう、なんかゆっくり読んでいますね。じゃあね、ホモサピエンスじゃなくてね、チャモサピエンスということでね、ほぼ人っていう種類がね、動物を展示ということで、やっていますが、結構長くじっくり新聞読んでますね。なんか面白い情報があったんですかね。はい、新聞読み終わって、じゃあ次はどうするかな。またどうしようかな、あ、またあれ、なんか今度は違う文字が出てきましたね。メタボ解消と出てきましたけど、どうするのかな。メタボ解消、そうですね、人間はこうご飯を食べてね、いろいろやりますが、運動しないとね、やっぱりちょっと太ってきちゃうとかね、まあ、まあ、なんだろう、あ、なんか出しましたね。何、メタボ解消で何をするんですかね。え、なんか出しましたね。伸ばして、ああ、そう、ちょっと伸びをするのかな。私はあまり見たことがない中、道具を出してこう運動をしますね。運動が、ね、してこうメタボ解消するというのもね、やはり動物にあまりいないですね。人間がこう考えてやる仕事ですね。こうなんか結構力がいる道具みたいですね。なんかただあれだと腕だけしかなんか鍛えられないような気がしますけどね。お腹には効くんですかね、あれがね。そうですかね、ネタをしたらお腹だからね、お腹ね、どうですかね。どうかな、ちっちゃいお子さんは、お父さんこんな感じじゃないかな。ね、お、またちょっと上着を着直して、今度は、あれ、今腕だけですでしたから、ちょっと違うことする、メタの解消をするのかな。どこまで歩いていくかな。まあ、歩くのもね、運動はね、メタの解消にはいいですいますからね。お腹すごいどんどん上がってきますね。そうですね、これなんかね、簡単に登ってるけど、あそこ結構急さで、足元しっかりしてないと、溶けちゃうとちょっと危ない運動場なんですけどね。ね、上の方まで上がって、
ちょっとね、急なところ登って運動してお腹引っ込めようかなという感じで運動を始めたみたいですね。ですね。ここの、ここはもともと熊が飼っていたところなんですけども、この運動場はね、実はね、開園当時からある運動場で、ああやって上の方に、今ね、保護作業が上がっていきましたけれども、動物がどこにいても見ることができるっていう運動場になってるんですね。昔よくこういう形の運動場で作られて、今あまり見ることはないんですけれども、こういうね、劇場とかね、そういう感じで、こっち側が舞台で、向こうが客席って考えると、舞台はみんなどこからでも見れるようにってね、席がついてるっていう、そういう作りになってる運動場を、今ね、メタボ会場で、トコサビウスが歩いていますね。さあ、大丈夫ね。足元大丈夫ですかね。意外と急、見るよりも意外と急なところですが、少しはメタボ解消になりましたかね。さあ、歩いてきて、はい。ああ、やっぱちょっと急で疲れたみたい、ああ、腰痛になるみたいですね。人間はね、二足歩行するということで、二足歩行することによって、腰に一番負担がかかる構造になってるんですね。なので、ちょっと運動したりとかね、するとちょっと腰が痛かったりなったりするとかね、あると思うんですけれども、これはね、やっぱりこう二足歩行して、こう立ち上がったことによってね、どうしても、起きてしまう症状になります。普通の動物は腰痛はありません。これは人間の本当に特徴になります。ちょっと頑張りすぎちゃいましたかね。腰がちょっと痛くなっちゃったみたいですけれどもね。ちょっとやっぱメタボ解消で頑張ってね、動かないとですけれども。なんかまた、後ろから今度は何を出すのかな。あれ、今度はコンドを出してきましたね。そうですね。チンパンジーとかね、コンギラとかで道具を使うというのは皆さんご存知だとは思うんですけれども、火を使うというのはやはり人だけに見られる行動になりますね。コンロ出して今度どうするんですかね。何するんですかね。あそこ水出てるからなんかするのかな。あ、やかん出てきましたね。じゃあ、やっぱりお湯でも沸かすのかな。ね、はい、夜間で、はい、お水が入っているのかな、あの夜間は。あ、カチッって言ってるので火をつけますね。何をするんですかね。あ、温まってますね。今日ちょっと寒いですかね。日陰気になってきてね、昨日まで結構ね、いい天気になって暖かかったんですけど、ちょっと今日はそうですね、寒いから、温まりながら、そうですね、火はこうやって調理をするとかね、こう、ものを作る以外に温まるというのもしますね。あ、でも、ちょっとそうですね、一部の日本猿とかね、焚き火囲んで温まるとかね、そういうのもあるので、ちょっとどうかなっていうのは、火は使うじゃないかって言われるかもしれないですけれども、今度ね、これを道具を使って、ね、火を使って、多分ね、今ね、お茶を入れようとしてると思うんですけれどもね、こうやってお茶を入れて、たしなむということは、人間に見られるね、特徴かなって思ってね、見てもらえるといいかなと思います。ほら、餌与えちゃいけないんだ。ね、ちょっとお湯沸くのに時間がかかっちゃいますかね。いるじゃん。はい。霊長類だ。何を飲まれてるかな？知らない。珍しい動物だよ。ほら、笑ってるよ。笑ってますね、はい。動物なのに笑うのこの人だけだよ。あ、実はね、チンパンジーもね、笑うんで、ね、本当すか。そうなんです。ちょっとそこはね、人だけとはちょっと違う。違うんすか。そう、違うんです。だってそうなんです、チンパンジー笑うんだって。チンパンジーね、ジョニーって笑うって、そうなるのでね。だけど、でも今日はちょっとね、そう、人がこうで動物と違うんですよっていうのはちょっと今ね、行動を見てもらっているので、ね、見てってください。よく目見て、こうやって見てみようか。お湯がなかなか沸かないですね。違う、ね、人、ほぼ人なんです。ほぼ人、ほぼ人なんです。足らないのは何だろう。足らないのはね、毛が3本足らないそうです。あ、はい、やっぱり、はい、ほら、お湯沸かしてるよ。そう、湯沸かし、あ、煙できてきたのでお湯が沸いたかな。あ、沸きましたね。じゃあ、はい、今度はどうするかな。さっき、あ、
あれはコーヒーですね。コーヒーのドリップとちょっと、ね、セットしてお湯を入れてコーヒーを入れるということですね。すげえね、珍獣ほぼや、ほぼ、はい、名前書いてる、ほぼ人って書いてる。お聞きが3本足らないだけなんだって。はい、はい、じゃあ、ねえねえ、どうでしょう、コーヒー入りましたかね。こうやってね、こうお湯を沸かしてコーヒーを入れて飲むというね、一連の行動を取れるのはやはり一緒ですね。はい、じゃあぼちぼちちゃんとコーヒー入れ終わってたらどうかな。あ、いい具合にコーヒー入りましたかね。あ、じゃあコーヒーをね、飲もうかな。はい、ちょっと、ゆさこさん、ちょっと詳しい願いから、ね、一期一会というなんか文字が出ましたね。楽しい嘘をいっぱいついていい日なの。はい、あ、美味しいコーヒーを飲んでですね。コーヒー飲んでる、まあ、すごい、美味しそうに飲んでる。やっぱり美味しそうにね、一応に、まあ、まあ、物を食べたり飲んだりして美味しそうな顔は動物もするので、ちょっとこれはねですけど、人はね、より物が美味しいとかね、香りをね、楽しんでおいしね、満足するとかっていうのもやりますね。入った、はい、さあ、さあ、もうどうかな、まだ何かやろうとしてますね。何が出てくるんですかね、今度は。ああ、あれはイヤホンかな、あ、iPhone かな、これは。だから、イヤホンをつけて音楽を楽しむということですね。音楽を聴いてですね、音楽を聴いてお茶を飲んでのんびりと楽しむと。おかしいな、さっきここ仕事で出勤してきたはずなんですけど、ちょっとのんびりするんですかね。あ、まあ、そんな今ちょうどね、お茶のタイムだからいいじゃないかという感じですかね。まあ、ああやってあのね、携帯電話をいじってこう音を出すとか、そういうのもやはりね、人間がね、やれるところですね。そうですね、なんか古い人間なんで、あのウォークマンのコマーシャルで猿がこう聞いてるっていうのがあるので、それはまた違うんじゃないかとちょっと思っちゃったりするんですけど、それ言うと年がバレるからあまり言わない方がいいかなと思いますが、なんか十分のんびりいい感じでお茶タイムしてますね。いいですね。ぼちぼち、お茶タイムはなかなか満足するかな、なかなか気に入ってるみたいですね、イヤホンですね。何を持ち出した、あ、カメラを持ち出しましたね。あれ、あ、我々マックでちょっと撮影しようとするようにしてますね。こういうのもそうですね。あ、なかなか、あ、あ、こっちを向いて、こっちへ向かっても撮っていますね。あ、いいですね。あ、なんか、あ、自分も撮ろうっていうのもね、なかなか今ね、自撮りって結構ね、自撮り棒とか使って結構ね、流行ったりしてますからね。そういうのも、お、バッチリらしいでしょ、ちゃんと今のカメラはちゃんとね、デジタルに確認できますからね。そういうのがありますね。あ、またお茶飲んで、カメラなかなかそうですね。さて、あれ、またカバンを、また何か入れてあったかなと思い出します。カバンの中から今度は何が出た、あ、鼻をかむのにティッシュを使う、あーで鼻かみましたね。あー、それね、実はでも私、オランウータンがティッシュ使って鼻かむっていうの知ってるので、あれはちょっと人がやってわけじゃないですけどね。でもまあ、あ、そうか、違いますね。そう、もう忘れてました。このね、ホモサピエンス、ほぼ人はね、花粉症になってるんです。なのでね、ちょっとティッシュをこうやって、あ、花粉用のね、メガネもかけて、ちゃんと花粉も予防しようっていう、ちょっとね、あの、ただ鼻かんだわけじゃなかったみたいですね。ちょっと花粉を予防してね。今日そうですね、花が咲いてまだ花粉飛んでるらしいですからね。この屋外だったらちょっとやっぱまだちゃんとね、花粉の予防もしないとダメですね。
もうバッチリですね。もう花粉予防して。じゃあ、そうか、その前に、じゃあ、だからお茶飲んでたんですね。お茶の先に飲んでかないとね、カーブマスクしたら飲めなくなっちゃいますからね。あれ？あ、外してます。あ、そういうことまで、ちゃんと分かってるね。そのまま飲まないように。あ、そうだったんですね。ほんと、使い方も分かってますね。マスクはこうやって使うっていうね。ね。さて、またカメラで。あ、またカメラで、今度は。また撮って、ね、なんかそんな楽しいです。どうご来園のお客様にお知らせいたします。なんかまた書類を出して、ご来園さんの機械ホースが、もう何ですかね、何をやりだしたんですか。ご来園さんかです。手に持ってるのは何ですかね。30分から始まります。あ、電話をかけたんですね。あ、ちゃんと電話ね、あ、お仕事モードに入ったみたいですね。ちゃんと電話をして、処理を見てね、電話をして確認をする、ね、それに行く、ちょうどね、声通るように。あれ、あ、マスク外すなと思ったら違ったんですね。外してて、外さなくても喋れるということですかね。そうですね、これ電話を使ってね、遠くの人とこうコミュニケーションを取るというのもやはりね、人がやるということですね。動物はなかなかやらないですね。遠くの人とはこういうコミュニケーションは取らないですね。あ、なんかうんうんって言ってね、遠くの人と連絡取れて仕事もはかどるから、なかなかね、電話はいいツールですね。今は携帯なんてどこでも喋れるようになったので、そういう意味ではね、いいかな。でも、まあ、あまりにもいろんなところで見れる、取られるとちょっと嫌だかなっていうのもあるかもしれませんが、うんうんって言ってますが、どうですかね。あ、もうお話は終わったみたいですね。仕事の連絡は終わったのかな。何ですかね。さてですね、もうこのしまい。あれ、あら、じゃあ、どうするのかな。花粉用のメガネを取りましたが、まあ、それで、ですかね。マスクももう、なんか、かかってますかね。マスクの取り片付けね、真面目に答えてくれてあれ、はい、片付けその片付けですかね。今日はもうそうですね、お昼開始、もうあのお昼ご飯を食べるためにちょっと片付けて、それで終わりですかね。じゃあまた、じゃあカバンにしまって、午後の出勤に備える準備をして、午前中の出勤はそろそろ終わりですかね。そうですね、あの15分間と言いながら、もうすでに25分近くまでね、来ていますのでね、もう、あ、もうそうですね、じゃあもうこれで午前中のお仕事はほぼ撮影してほぼ終わって、あ、お昼のバナナを持って、じゃあまたですね、次午後の出勤に備えるために、ここからじゃあまたお昼ね、お休みを取りに帰っていきますね。はい、じゃあまた午後頑張って仕事できるように、はい、じゃあ頑張って行ってください。はい、はい、